前半キックオフです。大宮アルビージャ対横浜 FC、 解説は七海さん、そして北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松下、ここはつながりません。ここはディフェンスです。内田、前につないでいきます。つながりません。いいカットですね。寺田、これは取られます。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。松下、どのような攻めを見せるのでしょうか。どう組み立てますかね。小池、縦にボールを送ります。ボールを奪います。小池、奪います。長谷川、ここはディフェンスです。上がっていきます。ボール入りましたよ。オフサイド。さあここからの展開、しっかり寄せてますよね。おー、来た、打ち出しシュート、ゴー。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。今のはディフェンスの問題ですから、すぐに修正したいところでしょうね。そうですね。どうしてあそこでフリーにさせてしまったのかっていうことを明確にする必要があると思いますね。なるほど。さあ横浜 FC、 先制ゴールを決めました。1対0。いやー、やっぱり先に点を取れたっていうのは大きいですよね。中島、寺田、このボール争い、ここで奪われました。チャンスですよ。小池、さらに前に行きたい。高瀬、クリア、受けます。これをカットします。家永、奪います。これはスローインとなります。寺田、インターセプトします。カルリーニョス、長谷川、これはクリアします。松下、寺田、これは奪われました。一気に縦へのボール、抜け出しました。いいですね。惜しくも奪われます。中央です。ボールを取ります。中島、松下、松下、スルーパス、和田、ボールを奪います。いいパス出ましたね。前を向けるか、
高瀬、ここはディフェンスです。オフサイドですね。当たる渡辺、さあスペースを狙う。いい形ですね。4人入ってる。ダイレクトゴール、追加しましたね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパスポジショニングも良かったんですけどね。さあ大宮ここで追いついています。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。おお、これチャンスですね。まだありますね。さあ白熱した前半、今45分を終了しました。見応えのある好ゲームです。さあキックオフ、どう展開していくのでしょうか。寺田、さらにかわします。いいですね、前線の選手も使いますよ。かろうじてクリアというところ、これは取られてしまいます。中島、寺田、ここまでは1対1の同点です。寺田、クロッツ、内田、こっからラインの裏ですね。速攻と速攻の使い分けが重要ですよね、はい、この2つで攻撃の幅がぐーっと広がってきますからね。なるほど。和田、このボールはクリアです。さあ抜け出した、面白いとチャンスをものにできません。中島、野上、このパスを受けて先ほどゴールを決めている。よく取りましたね。後半13分経過です。これは奪い返します。中村、さあサイドのスペースへ、なんか掴みますよ。さあファーへのボール、このパスには追いつけます。内田、このパスはつながりませんでした。カットされました。寺田、奪います。これはつながりませんでした。高瀬、柔らかいパス、前を向けるか。うわー面白い。これはファールの判定です。これはいい位置ですね。素晴らしいパス残ってますね。横浜 FC がコーナーキック、どうだ。どういった攻めを見せるのか。長谷川に渡る。さあどこに出してくる。奪われました。スペースを狙います。おー、これはありませんでしたね。ここは通りません。カットです。
ここからどう組み立てるのか。長谷川非常にプレス速いですね。さあボールが抜ける、ボールが渡る、クリアします。縦へのボール、さあ誰に出すのか。高瀬、これは助かりましたね。ここはすごいですね。言いましたね。上がってくる1対1だ。惜しいですね。悪くないですよ。横浜 FC 絶好のチャンス、ものにできません。絶好のチャンスだったんですけどね。長いボール縦に入れます。と捉えてしまったか。和田カット、いいですね。いい切り替えですね。ボールがつながる。あ、チャンスですね。シュート、ここはクリアします。いい攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。決めてきます。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、この采配は大当たりでしたよね、はい、監督の期待にしっかり応えてきましたよね。そうですね。さあ大宮、待望の1点をもぎ取っています。いや、この時間帯でこうなったか、まだ何が起こるかわからないですけどね。最後まで気を抜かずにプレーしてほしいですね。もう時間ないですからね。シンプルな攻撃っていうのもありだと思いますね。三浦、スペース出ましたね。ボールが抜ける。いや、面白いな。さあ、寺田のシュート、こぼれてますよ。このボール、ディフェンスいいですね。とチャンスをものにできない。さあこれが最後のワンプレーになるか。三浦、いや、もうギリギリクリアっていう感じですよね。ラストチャンス生かせるか。しっかりと抑えました。泉沢、これカウンターですよ。パスは通りません。ここで笛です。2対1、大宮逆転で撃破。